今日はあの貧困問題ということですね。貧乏と貧困は違うんですよ。あの貧困っていうのは蛍の墓みたいな世界のことでですね。お兄さんのですね。セーターっていうのは今でいうコミュ障なんですね。 大人の人とうまくコミュニケーションが取れないというか、多分お父さんがですね、海軍の偉い人だったので、プライドが高すぎてですね、あの、他の人とですね、話をすることがあんまりできなかったんですね。なので、ご飯を食べさせてもらうとかですね、そういうふうなことができず、で、親戚の人に冷たく当たられて、ついつい外に飛び出してしまったんですね。で、例えばその、自分の妹の体が具合が悪くなった時に、お医者さんに見せることはできるんだけど、お医者さんに栄養のあるものを食べさせなさいというふうに言われた時に、 栄養のあるものを食べすると言われて、どこにそんなものがあるんだ、どうやればいいんだって心の中で思うんですけども、お医者さんに相談できないんですね。そのまま帰ってきてしまう。で、結果的にその節子は死んでしまうんですね。節子が死んだ理由は 貧しくて死んだんじゃないんですよね。セーターはお母さんからいざという時のために預かった銀行口座があって、その中に7000円入ってるんですよ。戦後すぐに500円生活って言われたことがあってですね、500円あれば1ヶ月暮らしていけると言われたんで、まあ現在の貨幣価値の100分の1ぐらいだと思ってください。つまり7000円というのはですね、70万円ぐらいの値打ち、多分もうちょっとあったと思うんですけど、ぐらいの値打ちはあったのでですね、セーターはですね、節子にご飯を食べさせることはできたし、 上にさせることはなかったんですね。でもそれは後から見ている金を払ったら物が買えることが当たり前の僕らの話であって当時はですね物を買おうと思ったらそれは物々交換であったりもしくはどこで物を売ってるのか知ってる人だったら行って買えるんですけどもコミュ障のセーターにはです、ね、そういう能力がないんですね。 銀行に口座あるんだけども、これはどうやったらいいんですかと人に頭を下げて聞くこともプライドがあってできないですし、妹がいたら妹のためにご飯を盗んできてやろうという行動はできるんですけど、その時に見つかった時にすいませんすいませんって殴られることはできるんですけど、妹が飢え死にしそうなんです。助けてください。貯金はあります。みたいなことで人に頼ることもできない。結局その貧困っていうのは僕は 金があるとかないの問題ではなくて、そのお金を使うことが怖くて、自分をどんどん追い込んでしまう、どう振る舞えばいいのかわからない結果、妹が死んでしまうという状況なんですね。決して戦争が悪いわけではなく、貧乏が悪いわけではなくて、自分の堅苦な,な心とかですね、そういうふうなものが妹を死にやってしまうという、そこら辺がやりきれない話だから。 僕らは見て、感動すするんですよつまりなんでかわかんないけど心が思い切り揺さぶられるとそこでかわいそうな話なんだって落ち着けどころで泣いたりすることもやっとできるようになるんですけどもですすよ。つまり、貧しくてて困ってる状態ででね。でもその困ってるのが貧しいがゆえではなくて貧しさとか自分が弱者だとか何にも知らない子供だっていう結果動きが取れなくなって本来だったら だって7,000円の貯金があったんですから絶対に2人とも戦後の世界を生き延びれたはずなんですけどもそれが見えなくなってしまっているその視野が狭くなっている状態というのが貧困の恐ろしさだと思います貧乏というのは状態なんですねで貧困っていうのは解釈だと思います、まあ、ちょっと具体的に言うとですね貧乏っていうのは、ね、お金がないとこれ貧乏です状態ですからでもお金がなくても平気だっていうふうに言うこともできるんですね ところがお金がなくても平気だという人が自分の子供がですね我が家は貧乏だという理由で友達にいじめられてるっていうことを知ってしまった瞬間にこれ貧困になるんです、ね、つまり状態は変わんないんですよ。それを気にしなければ貧乏のままだから問題は発生しないんですけども。 我が子がそれでいじめられててそれに関しては何ともできなかったりするときこれはその聖太がですねその節子に関して何も手が出なかったのと同じですね貧乏が故に打てる手が何も思いつけなくなってもしくは視野狭作になっちゃってですねそれで困ってしまったりですね心が病んでしまう状態が貧困なんですね困ってしまう状態貧乏というのは貧しく乏しいって書くんですけども貧困というのはですね貧しくて困る状態なんですね 困らない限り、貧乏は別に悪かないというのが僕の考えなんですよ。貧困っていうのはですね、解釈の問題だからですね、セクハラとかいじめとすごい似てるんですね。セクハラっていうのはですね、あの、これはセクハラですよって言ったらですね、必ずそんなもんセクハラじゃねえよバカっていうおじさんは必ず現れるんですよね。これは絶対にセクハラだっていうガイドラインを作るのも事実上不可能なんですよ。で、いじめもですね、いじめの事実はなかったとよく学校側が報道したりするんですけどですね、これもですね、本人の解釈の問題で、 顔や態度にですね、いじめられてるというのが出ないというのは当たり前のことなんですね。そうじゃなくて、毎日明るようにしてる。だから家族も気がつかなかった。でも、本人の心の中は地獄だった。これがいじめなんですよ。貧困も同じで、貧乏というのはただの状態なんだけども、それによって心、本人の心の中が地獄になってれば、これが貧困です。貧乏は状態で貧困は解釈なんですよ。貧乏と貧困の差っていうのはですね、何を持ってるかとか、これを買ってるから、 貧困だ、貧乏だっていう話じゃないと思います。今のね、日本にはね、金がなくてもですね、サービスとかですね、ものはある程度あるんですね。つまり、江戸時代と似てるんですよ。豊かだけど貧乏だっていうのはですね、今の現在、日本の実態だと思うんですけども、貧乏だけどオタクグッズ買えるし、コピックを全色揃えることはできる。そういうふうな貧乏人がいる。つまり、コピックを。 揃えたり、えー、オタクグッズをバカ買いできる貧乏人は山のようにいるんですね。フェラーリ貧乏という言葉があってですね。フェラーリ持ってるだけでアパートの2枚のアパートに住んでますって貧乏人がテレビに出てますけどもですね。そういうのがもう当たり前なんですよ。これ僕のですね、あの、解釈なんでですね、誰にも話したことないんですけども、今の日本人の95%が貧乏だと思うんですけどね。昭和の終わりから平成の頭ぐらいにかけて、 日本人に中流意識というのができてその中流がそこそこ豊かであったんですけどもこの30年間でですねそれがまあまあ崩れてですねでまだ自分は普通だとかですね思っている人も多いと思うんですけども僕を含めて多分日本人の95%はすでに貧乏なんですよ。 ただ貧乏だけども豊かだから気が付いてないだけでですねに <laughs> つまり何に金を払うのかとかですねそういうふうなものっていうのはあんまりですね貧しさと関係ない時代に僕らはいると貧しいんだけど豊かだっていう時代に僕らはいるみんな貧乏という社会ではどういうことが起こるのかというとあのハッカーと画家っていうですね アメリカ人のハッカーの人が書いた名著なんですけどもそのハッカーという画家の中でですねそのいじめがなくならない理由っていうのは閉じ込められていて逃げ場がない環境アメリカのいわゆる中学校とかですね高校みたいなものなんですけどそういうふうな部分では必ずいじめっていうのが起こると。んでかというと中の人間にあまり差異が見られなかった場合。 閉じ込められた人間というのは必ず最下層の人間を見ていじめるようになるっていうもうこれは別に日本だけでなくて世界中同じなんだなっていうのがよくわかることが書いてあるんですけども NHK でですね「この女子高生は貧困です」というふうに取り上げるとでおまけに NHK の視聴者 NHK を見てる人の95%も貧乏なんですよ。 なので、あの番組はどんなことになってしまったのかと、貧乏人に向かって、はい、これこそ貧乏ですっていうのを放送しちゃったわけです。そうすると、周りの貧乏人は一斉にですね、この、これのどこが貧乏なんだというに決まってるんですよ。貧乏人に向かって、これこそが貧乏ですっていう番組を見せちゃったらですね、それはいじめも起ころうというみたいなのですね。ハッカーと画家に書いてあるように、差異がないサークルの中に、 違うものっていうのを見つけたり目立たせたりしたらそこにいじめが発生するのは当たり前であってですね僕らはみんな貧乏で困ってないだから貧困じゃないんですよあの僕らはもう困る時があってですね困った時に逃げ道が見つからない時はそれが貧困なわけですねでそれがニッチもサチも行かなくてサラキンどころか闇金まで手を出しちゃうと困窮という状態になるとですね貧乏 え貧困困窮ですね貧乏というのは単なる状態でこれは全員僕ら全員が貧乏だからあんまり気にしなくていいんですよでそれが時によって貧困という気持ちになっちゃう時があるんですねでそれが困窮という状態になったらこれはもう本当に救いがなくなってきちゃうんですね貧乏でも平気だったらまああんまり気にしなくてもいいんじゃないかなとは思います